冷血の聖火立花宗茂は土属性が高いのです。陰陽道の錬気法術が土属性で変化するのか試してみます。まずは現状、知力1065、土属性819。29,493。29,486。29,982。平均29,653。試しに土属性を上げると、知力1065変化なし。土属性1090プラス271。29,869。32,251。36,87。平均32,69。ダメージが616上がりました。土属性の高い英傑がとても欲しいです。でも、今月はパソコンが壊れてしまい、とてもピンチです。どうしましょう？